はい、皆さんお疲れ様です。まゆさんです。3回にわたるライブ配信来てくださってありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。特にゲーム鏡全部集められたのは良かったですね。クロウが帰ってきたみたいな感じになったのすげー重かったです。わざわざ掛け合いも用意されてるっていうね。さてと、それじゃ最後の戦いですね。行きましょう。準備は万全にもう済ませてきたんで、行きます。配信中にも言ったけど、 RPG あるある、クリアするのが嫌。また見覚えのあるとこ来たね。でも以前さ、こういった中舞台はなかったよな。ローマ城の最上層？あ、そうなの？全然気づかなかった。赤の玉座。いえ、いろいろ混じっている、そんな感じがするわね。いたったか。うい、これは何？何これ？白き影、なんか鬼神っぽい。あー、確かに。あんたは何者だ？全てが終わったこの状況で何をしようとしている？我は影、大いなる一部を写しにして、裏の試しを司る者。大いなる位置の写し絵で裏の試しです。影、裏の試しだと？偽物って感じ。それじゃあ前に僕たちが戦った黒い影の影の影かな。ローエルドニュースは起動した候補への正当な試し。はい、我は封じられ、本来ならば現れるはずのなかった。裏の試し。なんで封印されてたんやろ。でも偽物っていう認識は間違いじゃないのかな。ノー、わっ、ミスタリアナル、あの黒いやつの白いバージョンか。なんか随分印象違うな。ただ真っ白になっただけなのに随分印象が。なんて大きな、綺麗。これが裏の試し。裏の試しってそもそも内容は何な？封印されていたシステムか。うん、なんで封印されていたもんが出てきた？その裏の試しとやらがどうして現れたの？あからさまに七組を導こうとするやり方。それでいて私たちを排除するわけでもない。そうだね、悪意もな感じないとかなんか言ってたし。何か事情があるんですね。しかり全ては悪だ。あ、この魔女の暴走が原因だ。おうおお、赤き英略の余波はこの地までも及んでいた。ああ、その結果終わったはずの試し
異常を発生させた。本来現れるはずのなかった我が表に出たというわけだ。封印が解除されたっつうより、霊脈を通じてドカーンってきて、そんでもって封印を壊されたって感じか。その意味では何を追うこともかなわぬ、移るなる試しでしかない。なるほど、何の役目も与えられなかった裏の試しが出てきたって感じか。移ろなる試し、言えて妙ね。でも言うたってこいつが原因でしょ、今の異常事態って。状況は分かった。だとしても俺たちは、俺たち7組はここであんたを倒さなくちゃならない。得るものがなくても構わない。俺たち7組の最後を締めくくらせてもらうために、あんたという試練を全身全霊で乗り越えてみせる。行きなよし。それではこれより、ちょっと待って、開始する。最後っていう雰囲気半端ないし。人の声を見事打ち勝ってみせる。こいつ付き合ってくれんの？ちょっと待って、なんか鳥肌やばい。危険度大、注意してかかろう。行くぞ。なんかエモいんだけど。最後の戦いを付き合ってくれるっていうノリノリで、いきなり使わせてもらいますが、行くぞ。よし、ナイス。みんな一気に決めるぞ。任せて。なんかちょっとやばいんじゃないこれ。やばそう。うわあ、甘いよ。チャンス、続けていくよ。頑張って。ありがとう。まずいかも。1は残してくれるんだ。ちょっととりあえずホーリーブレス。肝心のエリオットが届かない。故障。とどめ。まだやれる。さて、じゃあこいつどうしようか。よし、でもこうだよね。これしかないよね。無名を切り裂く戦火の一刀。よし、いいダメージ。それ。ありがとう。任せてちょうだい。で、リンは、これ使った方がいいな。みんな、頑張って。ありがとう。よし。仲間。
うわ、めんどくさ。あー、リン、私の番だね。は、誰？せーの。あー、とどめ。いや、それはだるいぞ。僕の番だね。アークス駆動。やっ。バカ野郎。これで決める。ねえ。ねえ、だるいぞこいつ。シャドウブリゲイド。よし、お帰り。ちょっともうめんどくせえな。なあ、せっかくのクリティカルが。大いなる輝きを我が弓に宿れ。レディエースアーク。よし、オッケーオッケーオッケー。こいつはリンク結びっぱで助かったわ。さて、じゃあこの後どうしようか。これ使おっか。甘い。オッケー、ナイスよ、オッケー。甘いよ。崩れた。はい。続けていくよ。ちょっとアリサイジムやめて。それ。これエリオット使うかも。さあ始めるよ。結構だるいぞこいつ。精錬なる女神の息吹よ、我が旋律に宿り仲間たちに癒しを。フィナーレ。仲間呼ぶか。ドリーの新規合一使うタイミング見極めないと。ああ、お返し。またか。私の番だね。素晴らしくだるい。あ、任せてちょうだい。使わせない。またあるぞ。行こっか。どうして？
僕の番だね。なんで？まあいいや。響け、オーバーライズ。もうこうするしかないじゃん。ねえ。やっ、これでオッケー。ハリさんお帰り。行こっか。デリーもお帰り。普通に攻撃しよっか。で、ラッシュ。続いて、うん、さてと。で、もう一回。それ。よし。はい、続けていくよ。お返し、ええ、で、アリサやっとリーンと。はあ、ふざけやがって。アリア受け取って。リーンだ。マイ、これ、ああ、そっか、もう使えないのか。EP の回復はちょっとエリオットにホイッと。ありがとう。任せて。はい、仲間呼んだ。さてと、ポルター使おうかって。もうアリサ届かないね。はあ、またあっち。なんでこうなるの。行くぞ。ハーツ使えないじゃん、そんなされると。こーだ。行くぞ。じゃあ裏流行って、まずはこんな感じしかないか。私の番だね。で、なんか CP 回復させてあげたいな。これしかないか。やっ、はい。これで結構なダメージ出てくれりゃいいんだけど。で、ついでにエリオット返して。OK、 いいダメージ。そればっかじゃん。任せてちょうだい。くそが。これお互い回復だよな。攻撃じゃないから放置してもいいか。しよっか。みんな頑張って。
もう一回。ありがとう。もう一回行け。無名を切り裂く戦火の一刀。さあ、P を返して、よし、さてと、ようやっとまたリンクを結べる。念のため CP 取っておくための対策をやろう。というわけでこれ。それ。私の番だ。見事にばらけたね。せーの。とどめ。あ、また。やりすぎじゃね？俺の番だな。そこだ。はい。僕の番だね。ちょっとフォルツナ使おう。なあ。お返し。これ食らったら危ないよな、きっと。うん、任せて。やべえ、アリサが。なんでエリオットばっかなの？さあ、一気に行くぞ。クリティカルが来た。僕の番だね。さて、じゃあ、こうしよっか。で、P を、回復させよっか。ありがとう。やめろ。あ、それ。しまった、クリティカル見逃してた。お帰り。そしてエリオット回復使おうか。さあ始めるよ。で、P、シャドーブリゲード入れよう。女神の息吹を、我が旋律に宿り、仲間たちに癒しを。フィナーレ。さあ、ゴー。アクセス。シャドーブリゲード。これかかるな、体力すげえあったもん。あ、出た、この攻撃。ちょっとエリオットのエスクラ使った後かよ。なんか避けたやつもいるけど。続けていくよ。お返し。行くぞ。はい。普通に攻撃しよっか。で、アリサ、あれ間に合うかな。あ、いいね、セラフィムリングは間に合う。
よし。ありがとう。アリサ気絶しちゃったよ。崩れた。続けていくよ。ここで気絶するのちょっともったいないな。激励働かせて、でちょっとピー申し訳ないけど、でヘブンズギフト2人入るかな。お、入る。受け取って、みんな。うん。これはどうしよっか。うん、これだな。なあ、ダメです。踊りなさい。ふざけんな。せっかくのクリティカル。大いなる輝きを我が弓に宿れ。レディエース。よし。やこれでエリオットの CP もある程度は回復するね。うん、うん、任せて。さあ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 、こうするべきかな。くっそ、俺の番だな。めんどくせえ。行くぞ。じゃあまずは裏流行ってか。こうすればロアは入る？入ってる入ってるね。シャドーブリゲード、あぶねえ。これで決められる。アクセス。シャドーブリゲード。よし。A ダメージですわ。崩れた。はい。アリサ早く帰ってきて。ほい。よし。無名を切り裂く戦火の一刀。10万、いいダメージ本当出すねこいつ、うん、あと13万か。でどうしようかな。 EP 回復しよっか。これでいいや。それはい、ナイス、オッケー。崩れた。試合。
はい。シアリ。うん、任せて。さてと。で、フォールトナ使うか。俺の番だな。で、普通に攻撃。うん、しよう。任せてちょうだい。で、結び直してこうだ。受け取って。みんな。それ。リーンはちょっとダメだな。行こっか。リーンはちょっとダメです。さてと。じゃあはい、これで決める。ちょっとリンを返してください。アクセス。シャドウブリリガント。よし。ふう、はい、オッケー。これがいいかな。みんな頑張って。ありがとう。マイ。EP すげー回復しちゃったけど。まあ、これだな。そこだ。ダメだよ。すげえ禁じて使ってくるやん。それ。ああ、これかかるわ。かかるわ。あ、なんかやばそう。ちょっとその状態で。まあ、まずはこれも入れとくか。じゃあ、おい、チャンス。よし、バースト。一気に決めよう。わかった。任せて。まあ、起きてくれてよかったわ。大丈夫？ありがとう。はい、さあ始めるよ。清廉なる女神の息吹よ、我が旋律に宿り仲間たちに癒しを。フィナーレ。ありがとう。
さあ、じゃあこっからどうしよっか。お、P2 度おいしい状態。じゃあ隠れよっか。行くよ。マイル。で、リン新規使おう。おっと。行くぞ。うん。で、P とオーバーライズ。ほい。ビブだ。いただき。行こっか。で、ピー、ドン、ドン。崩れた。試合。マイ。チャンスだ。いただき。任せてちょうだい。さあ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 、じゃあちゃんと締めくくりたいから、みんな頑張って。ありがとう。リン、これでとどめさせるでしょう。頼む。無名を切り裂く戦火の一刀。はあ、終わっちゃった。